皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もアースリバイバル、略してアスリバ、やっていきたいと思います。はい、ということで本日アップデートが来ておりました。はい、そのアップデート内容を少しね、皆さんに共有していきたいと思います。まずですね、新モードが来ています。新たな、時間制限モード、ティモスゲームが始まります。4つのサバイバルステージに挑戦し、12名の参加者でトップを競いましょう。最後まで生き残れば誰よりも豪華な報酬とティモスゲームコインを獲得できます。ティモスゲームコインは今シーズン限定のサイバーパンク衣装および素敵なジュースキンと交換可能。皆さんぜひご参加くださいということになっております。イベントの期間があります。5月17日アップデート後から、5月30日23時59分59秒ですね。はい、交換終了時期が、6月6日の、23時59分59秒ということで、こちらのイベントモードなんですが、時間限定のモードになっています。イベントの、開催時間は、毎日お昼12時から、12時半、さらに、3時から、3時半、夜になると、9時から9時半ということで30分刻みであります。こちらのモード、どういうモードかっていうのを皆さん知りたいと思うので、今回ちょっと動画にさせていただきました。ちょっと見ていってください。ということでイベントの参加の仕方なんですが、まずですね、ゲーム画面からイベントをしてください。で、イベントから、ティモスゲーム、はい、これが新しいゲームになっております。12人のサバイバル、他のサバイバーとステージをクリアして報酬をもらおうということで、1日でもらえる、コインの限界っていうのがあります。それが、この5000になりますね。で、何が交換できるかというと、こちらの、サイバーパンク衣装、もしくは、ソーラーウィンドウ、これあれジュースキンですね。はい、ソーラーウィンドウアルファ、はい、で、あとはバッグだったりとかぐらいかな。あとはまあ細かいものがもらえるんでね、ぜひこういった豪華な商品をゲットすることができるんで、参加したらいいかなと思います。はい、やはりあの無課金の方とかはね、こういった衣装をもらえるってめちゃめちゃいいと思うんでね、ぜひ、無課金の方は特にねやってみてください。ただやっぱり開催時間が決まっているっていうのが少し厳しいかなっていうところはありますね。しかも30分しかないので、そこがちょっと肝かなと思います。まあウィリアムさん、できればちょっともうちょっと長くしていただいた方がいいかなと思います。僕もねちょっとやりたいけど時間が合わなかったりするんで、できない時もあるんですよね。なので、まあ、できるだけね、もうちょっと頑張って時間を伸ばしていただきたいなっていうのが本音です。ティモスゲーム、こちらのゲーム、どんなゲームかねちょっとやってきたんで、そちらの方見てください。では行きましょう。はい、ではティモスゲームやっていきたいと思います。まあ、こちらね、私仕事の合間にやってたんで、ちょっと実況っていうのができなかったんですが、まあ、要するにどういうことかというと、ミニゲームを遊んでいくようなモードですね。戦いとかではないんで、まあ、気楽に遊べるんで、ぜひ皆さんね、これはね、なんか対戦が苦手な方とかもね、全然いいんじゃないかなと思います。はい。最初のゲームは、ひたすら採取するっていうゲームになってます。採取すればするほどポイントがもらえて、で、そのポイントを競っていくっていうゲームですね。まあ、単純にこれ見てください。木をこうやって掘削したりして、何でもいいです。木でも、石でも。引く木でも何でもいいんで、ゲットすることによってポイントを得られると。で、その中の上位8名が次のラウンドに進出できますよっていうことになってます。こういうミニゲームを、4つしていくような感じの、ゲームになってます。はい、なので別に強さとか関係ないので、これは全然いいんじゃないかなと思います。まあ、ただ一つだけ言えたのが少しラグかったですね。はい、なんかちょっと重いかなっていうのがあったんで、ラグくなかったらいいなっていうのがありました。はい、まあこのゲームに関してはもうひたすら採取するだけなので、まあ攻略等は特にないかな。うん、とりあえずもうあるもの、目の前にあるものを全て取り尽くせっていう感じですかね。で、クリアすると、ゲームコインが1000もらえるということで美味しいですね。で、次のステージに行きます。このね、
気球っていうゲームがね、これがね、よくわからない。これよくわからなかったな、正直。正直ね、このゲームに関してはね、よくわかんなかったね。なぜかっつったらね、ちょっとね、風船が見えない。まあ、見てたらわかる。今からちょっと見てもらったらわかるんですけど、出てきた風船を撃っていくっていうゲームになってます。緑色の風船を割るとスコアがあって、赤色の風船を割ると限定されますということで、俺普通にね、赤いやつ撃っちゃったりしてたんですけど、わかんなかったんでよくね。はい。ちゃんと説明見ろよって感じだよね。はい。ということで、緑のやつを撃てばポイントがいっぱいもらえますよっていう感じになってます。はい。見ての通りね、もうどうなってるかわかんないのよ。なんか無効になったり、ちゃんと当たってなかったりして、ちょっとね、わかりづらかった、これに関しては。他の人結構見てはわかるんですけど、ペルセウス使ってますね。ペルセウス有効なのかな？ペルセウス使えば、まあ緑のやつを倒しながら、赤のやつも倒しちゃうかもしれないけどね。まあいっぱい倒せるんだろうね。うん。まあ、僕はとりあえず、スズメダイで、とりあえずなんか、見たら撃ってたみたいな感じだけど、結構ね、これに関してはね、ちゃんと撃ってんのか当たってんのかも全然わからなかった。はい。このゲームはちょっとね、運要素が大きいような気がする。まあ、もしくは、ペルセウス使ってみるといいのかな。うん、こんだけ使ってる人多かったから、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。僕はとりあえずスズメダイでドローン出して、ひたすら緑色の風船撃っていくみたいな感じでやってました。はい。うん、このゲームは、うん、なんかちょっとラグかったな。風船がなんかあったりなかったり、攻撃が無効になったりと、うん、ちょっとよくわかんなかったですね。ということで、勝ち抜くことができました。まあ、ギリギリですね。で、ティモスコインがまたもらえると。ということで、次のステージに行きます。はい、お次、ぴょんぴょんジャンプ。これ面白かったよ。これはね、すごく面白かったです。上位4名が、決勝に進出できます。はい。まあ、要するに、足場をぴょん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 飛んでいくんですけど、金色の足場があるんですよね。あれに乗ると、ポイントが高いよっていう風になってます。で、一回乗ると、なんか足場が落ちちゃうんだよね。落ちてしまうので、そこに停滞するっていうことはできないんで、まあ、うまく足場を作って、こうやって乗り越えていく。あ、落ちちゃった。はい。落ちたら、下のテレポートのところから、元に戻れるんで、このテレポートに行って戻る。で、また足場にジャンプする。で、なるべく金色の足場のところに飛んでいきましょうってやつね。はい。ギリギリパルクールもしてくれます。はい。こうやって取った方がポイントが大きいですよ。で、赤になると落ちちゃうよみたいな感じ。これでひたすら足場をぴょん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 飛んでいく感じ。まあ、ちょっとね、簡単にできるんで、これもね、もう戦闘あんま関係ないんで、楽しくやれるんで、ぜひね、やってください。もう使うのはジャンプボタンとキャラコンするだけなんで、もう気にせずぴょん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 飛んでいきましょう。はい、こんな感じですね。ちょっと冷静に足場を見ながら、ここならいけるかなと思うところをしっかり見ながらジャンプしていくという感じです。もうあとは落ちそうになったらパルクール連打してパルクールしてくれと願うだけですね。まあ冷静にやったらいいですね。結構慌てずにゆっくりやっていけば意外とこれはいけるのかなっていう感じがした。むしろこれが一番得意だったような気もするということで、勝ち抜くことができましたということで、だいぶ人数が減ってきましたね。はい。ということで最終ステージになっております。最終ステージアルティメットレースということで、単純に乗り物で走るっていうやつになってます。はい。で、1位になったらもう優勝ということになってます。で、これがスタートで、ミニマップに出てるマップの通りに走ればいいだけですね。さあ、ここで1位で走っていくが、ガタ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 ーでこうなって、はい、最下位になりました。悲しい、これ本当に。で、最下位になって、ここからもうひたすら走ってますね。うん。で、ここから先はね、悲しいです。とりあえず。もうずーっと走ってるだけ。皆さんをひたすら追いかけるだけ。ああいう風に誰かが事故ってくれたらワンチャン順位が上がるんですけど、結局みんな上手くて、事故ったりしなかったら、追い抜くことできないんですよね。なんで、もうひたすら追っかけるだけっていう。はい。最初に事故ったらもう結構終わりじゃねっていう感じですね。うん。なんで、なんかあれが欲しいよね。少し邪魔できるみたいな。まあちょっとマリオカート的になっちゃうんだけど、なんか邪魔できるみたいな要素が欲しいなって思いましたね。うん。じゃないとね、ちょっと順位が変わらないですよ、これ。上手い人はね、本当に事故らないから、全然抜けないの。うん。なんで、なんかちょっとお邪魔欲しいなと思いました。はい。
まあでもこれはこれでね、本当運転が上手い人が勝てるようなゲームになってますね。うん、ということでもうひたすらここから走っていくっていう内容になっております。ゴールということになっております。ということで負けちゃったということです。まあでもコインはもらえるんで、無事にコインはいただくことができました。優勝おめでとうございます。はい、ということでこれが、ティモスゲームになっております。はい、ティモスゲームいかがだったでしょうか。まあ、あのようにね、ミニゲームで遊ぶようなモードになってるんで、まあ、戦闘が苦手な方も、参加できるんでいいんじゃないかなと思います。ただし、条件がありまして、レベル16以上じゃないと参加することができませんのでご注意ください。お次のゲームモード、精鋭試練モード、期間限定チャレンジ開始ということで、精鋭試練モードの期間限定のチャレンジが始まるということですね。はい、今シーズン開催日時、5月22日6時から6月4日、20時59分59秒ということで、今シーズンのステージ、ロックアモリア、タイダル、カッコ、モメンタム。なるほど。この精鋭試練モードに関しては、報酬が美味しいので、絶対にやっておいた方がいいモードになっております。はい。まあ、こういうのもね、ちょっと動画にできたらいいかなと思っております。はい。さらに、このニューモード、データダッシュについては、ちょっとラグいっていうのをちょこちょこ見るんで、ちょっと今のところ難しいのかな。うん。まあ、クロスサーバーマッチングを採用してるんで、待ち時間なくね、遊べるんじゃないかなと思いますね。はい。で、モードアップデートなんですけど、ギルド関連の調整、これめちゃくちゃ助かりますね。ギルドの安全調査があったんですけど、これ時間指定だったんですよ。なので、なかなかできなかったんですが、ついにね、1日通して参加できるようになったんで、少しギルドの方で遊べるようになったかなっていうのはありますね。で、あとね、細かく、いろんなアップデートも入ってるんですが、まあ、この競技モード関連の調整ということで、ビーナス競技場、エリート戦場、データダッシュモードで、クロスサーバーマッチングを実装したということで、なかなかマッチングしなかったんで、まあ、このクロスサーバーのおかげで、おそらく、素早くね、マッチングしてくれるんじゃないかなと思います。で、あと武器と装備関連の調整がされてるみたいです。1、射撃時のブレを軽減するために、エリダヌスの片打ち状態を追加しましたということで、これ話題のエリダヌスじゃないですか。結構話題の武器ですよね。僕まだ使ってないんで、完全に乗り遅れてしまっているんで、動画にもしてないね。はい。ということで、まあ、エリダヌスさん強くなるのかな、これ。でも今強いってなんか話題ですけどね。その他そこそこいろいろ書いてあります。で、今日採取してたら、なんか、採取のこのマークみたいなのが出るようになってましたね。はい。まあ、細かいこういうアップデートって、結構ね、ゲームを遊びやすくとかしてくれるんでね。もう本当ありがたい限りでございます。ウィリアムさん、ありがとう。あとはね、バグ関連の修復もそこそこあったみたいですね。どうしてもね、こういうゲームってバグ関連ちょこちょこあるんでね。まあ少しずつ直していただけたらいいかなと思います。ということで、今回はアップデート内容のお知らせでございました。少しでもね、皆さんのお役に立てればいいかなと思います。もし、この動画が良かったよ、役に立てよ、ヨッシーちゃん登録してあげるって思ってくれたらね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。またこうやってアスリバの情報等をね、動画にしていきますんで、ぜひよかったら見ていってください。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。